花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。一週間ご無沙汰しております。雨がちょっと続きましたけどもね、晴れましたね。ね、おなじみ高橋真子さん、こんにちは。どうも、マコポンです、よろしく。何ぞマコポンって、マコポンって何、マコポンになりましたか。あ、本当。松下としみさんでございます。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日ちょっとギャラリー多くてね、やっぱゲストがゲストだからね。ね。俺一週間間違えてた。いや、本当にね、一週間ね、ちょっと間違えましたね。そろそろちょっと老化してきた。あれ。おなじみですね、今日のゲストご紹介しましょう。ザ・ボッカの、辻浩二さん。はい、夜もよろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。渡辺武さん、こんにちは、よろしく。でね、2人で、やるときはポックサッカーブルースバンドっていうね、そうそう、ユニットもありますけどもですね、はい、ちょっと告知とかいろいろね、宣伝もありますけどもですね、まずするそれ、これ宣伝しようか、しますか。うん。今回ね、どんな感じでしょうかね。トゥーデイズですね、これね。そうですね、セブンス、うん、館内のセブンスアベニューで、うんうん、来週か、ね、来週、うん、9月16、17、うん、ザ・ウォッカ・トゥーデイズで、うん、で1日目がロックンロールトレインっていう、ロックンロールトレインね、イベントなんですけどね。僕もね、何度か、ね、出させていただきましたけども、ね、このロックンロールトレイン、これ素敵な、ね、はい、ロックンロールイベントですけどもですね、これが、16ですね、16日ね、土曜日、はい、はい、で翌日が、うん、ウォッカのワンマンで言います。ワンマン、はい、これはこれね、そうです、ウォッカのワンマン、ワンマンで、これ光ってない、うん、あ、今動画ちょっと撮ってますね。あ、はい、これワンマン、ワンマン、ワンマンは何、珍しいの、セブンスの。いや、でもない、3回目ぐらいじゃん、うん、あ、そうなん、結構毎年でもね、うん、やってるんだけど、うん、まあ、前回は渋谷で、うん、あ、渋谷俺行った、うん、ね、うん、あれ大変だったのよ。俺もね、お客様ちょっといろいろ紹介したんだけど。そうですね。お客様が高齢でね、っていうかね、こいつらの、あ、こいつって、ウォッカファンって結構もう、革ジャンね、バチッと決めた若者がバッとこう割と多い。若くもないんだけどね。そうでもない。でも、まあ、うん。うん。でもね、僕の知り合いの人たちはやっぱりちょっと、往年のロックンローラーですから、ちょっと高齢になっちゃって、椅子をちょっとね、出してもらって。急遽椅子を用意することになって。いや、でもね、ロックンロールってね、若い世代だけじゃなくて、要はその、リアルタイムに聞いたのはプレスリーとかね。あ、そうですよね。ビートルズとか聞いてた人っていうのはやっぱり、結構もう70代ぐらいな、うん、の方が多いよね。そうですね。ね。だからやっぱ、老いも若きも一緒にこうやるっていうのが、僕らのね、このロックンロールトレインのいいとこですね。ありがとうございます。ね。ということでね、今日は僕らの二人、お見えになってますけども、早速なんか生でいきますか。あ、いいです。じゃあマイクセットします。ですね、あ、こうか、これ曲がんないっていうことね、うん。じゃあいいよ、赤はボーカルにしてください。これ曲がんない、こっちが曲がる、うん、でこっちなんかね、こっちでっていうね、ラジオを聞きの皆様はね、何をしてるかわからないと思いますけどもですね、マイクをね、この4本のマイクをね、やってますけど、何からいきますか。痩せっぽちの犬っていうナンバーを。痩せっぽちの犬、はい。じゃあ行ってみましょうか。ぶっ飛んで眠るだけ。
やりなよ、うまくやりなよ、完全犯罪、邪魔者は消して、ということでね、ザ・ボッカの、新しいアレンジで、新しいアレンジ、痩せっぽちの犬、はい、あ、そうですね、ロックンロールをお届けしましたけどもですね、早速ね、今日もメール来ております。メールご紹介いたしましょう。金尾芳郎さん、投げ銭 FM モンチューということでね、投げ銭といえばですね、チャーリー佐藤さんですね。チャーリー佐藤さんもいろんな問題を抱えていらっしゃいましたけどもですね、いろんな財産問題は解決したみたいですので、あのクリアになって幸せを、うん、手に入れた男。知らないでしょ、チャーリー佐藤さん。知ってるよね。あ、知ってる、うん、あのあれよ、ちょっと大変なって、ね、大変だったらしいけど、うん、いや、っていうか、お父様が亡くなってね、もう90過ぎかな、亡くなって初めて知ったのが、別れた女房が、姉さんになってたのよ、戸籍上。あらららら、別れた女房が。そう、それで、っていうことは、ご両親と一緒に別れた奥さんが住んでたんでね、チャーリーさんが他に行ってて、うん、で、養女にしてたのよ。で、年上だから、うん、そのお姉さんになってた。それで金の取り合いが始まったわけよ。それを財産放棄したもんだからね、要するに今までこう縁遠くなってた娘さん二人がね、いい人ねっていうことになって、で、別れた女房も最後はあなたいい人だったのねっていう、こういうロックンロールがあるわけですよね、佐藤さんにもね。ね、そういういい話もありますが、辻さん、たけしさん、お帰りなさいということでね、ザ・コックサッカーブルースバンド、ラジオで放送できますでしょうかという、ね、もうしました。まあ、これは何でもね、ありのね、いや、まあ、ありっていうわけじゃないんですけどもですね、まあ、お叱りは僕は全部、受けたまわりますんでね。ということで、ラジオで放送できますでしょうか。お二人は、気合を入れていただきたいと、いただき、楽しみ、楽しみたいと思いますということでね、チャーリー佐藤さん。投げ銭来てますよ、今日。1,2,3,4万5,000円。おぉ。ほら。うわ、さすが。誰だか分かんないよ、それ。これちょっと使えないんだよね。これ本当使えたらいいよね。毎週投げ銭したいよね。これ本当こう、カゴかなんかそこの前に置いといてさ。うん、ということでね、こういう形で、音楽魂を続けてまいりましてですね、まあ、ウォッカの二人にもね、ずっと前からご縁があってね、お付き合いいただいても、長いよね、もう。結構、いや、ああ、長いですね。ね、僕ら、この番組始まってぐらいからもね、付き合いあったし、
キャロルの内海さんとかもね、紹介してもらったしね。あ、そうです、ね。そうそうそう。うん、で、内海さんとか、まあ、誠さんからはね、まあ、新井さんとかもそうだし、はい、まあ、いろんな方々がね、ゲストに来ていただきまして、もう早い、かれこれ9年。9年。9年経ちました。ありがとうございます。皆様のおかげです。イェイ。あ、今日はなんか、また、カホーのヒデちゃんが、まただって。ね、どうよ。いや、単なる飛び入りですから。いやいやいや。だから髪の染まってんじゃん、上が。染まってますね。ね。はい、染まってんじゃんとか言ってたらダメやな、ね。若者の言葉を。ね。いや神奈川弁喋りましたね。神奈川弁。ね、神奈川も横浜にいたんだけど、うん、はい、で結構さ、たけしと住んでるとこは近かったんだよね。で、大体もう坂がすごいあって、うん、米軍住宅の方だったから、そうそう、あ、はい、2つぐらい山越さないと帰りつかないのよ。だから、俺大体自転車でこううろうろしてたのよね。で、それをね、もう慣れちゃって、俺 1年300日ぐらい自転車乗ってたからね。それがいい運動になったのよ。それがないと帰れないから。なるほど。で、下で飲んでも、じゃあやっぱ自転車押していかないわけ。漕いで行くから、たまにでもね、行くときはね、もう死んでもいいぐらいのスピード出してる。下って、下って、下って。たけしなんかと会ったら、かなおさーん早いんだ。早い。早い。よく怪我してたけどね。うん、まあちょっといろいろあったから、そういうね、横浜の思い出深いね、この二人ですけどもですね、どうよ、辻君は最近、忙しいらしいですね。忙しい。ねえ、いろいろ。まあ。どう？でも今年結構やってますよ、ライブ。ライブをね。ライブもあるし、たけしはたけしで東京でもやってるでしょ。たまにね。まあね、うん。まあたまに俺ともやるけども、うん。俺はそんなライブやんないけど、他の東京の人たちとか、ボッカとか国坂で東京やってるとあるよね、結構ね。ありますね。最近増えてきた、うん。最近結構やってますね。近いうちってどこにあるの、そういう東京の方は。東京はね、オイルシティか。オイルシティか。あ、ボッカで。ボッカでやる。阿佐ヶ谷の。阿佐ヶ谷ね。阿佐ヶ谷の。阿佐ヶ谷もいい街だよね。うん、面白い。ね、あの飲み屋は結構面白い飲み屋あるよね。うん、そんなんばっかり言ってくる。ライブ行くと結局そこで飲んで、終電で急いで帰ってくるから。そうそうそう。ゆっくりは飲めないんだよね。俺もだから最近、横浜住んでる頃はそうだけど、うん、横浜とか野毛とか通りながらライブハウス行くのがもうすっごく辛くてさ、うん、その寄っていくっていうわけいかないじゃん、ね、でもね、野毛って素敵なね、街だし好きだったんで ね、 いいでね、今賑わってるよね、野毛も今すごい賑わってる、ね、一時期ね、やっぱちょっと火が消えてたんだよね、あの電車が、ね、そう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 、ね、あの東横線のあれがなくなってね、だから大昔でもやっぱりあの辺に工場とかいろいろあったんで、もともと横浜駅っていうのは桜木町だったからね、横浜っていうのは、うん、横浜駅っていうのが桜木町が横浜だったね、そう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 、うん、そういう町で、あそこはキーポイントになってたんだけど、うん、どういうわけか、みなとみらいの方にずっとあれも通っちゃってさ、そうですよ ね、 ね、 今ね、うん、おしゃれな方にね、どうも俺はあんまおしゃれな方はあんま好きじゃないの。だからみんなまた野毛に戻ってきた、ね。そう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 。ね、元にね、居心地がいいんだよね。居心地がね、いい街っていうかね。だから街とかもう作り変えてさ、駅前が全部同じような風景になっちゃってるじゃん。あれも、そう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 。だからなんかつまんないよね。だからもうちょっとさ、そういういいところを残していきながらね、昔ながらのこうものがあったりとか、そういうバランスが必要だよね。全部同じような感じのね、駅前になっちゃってるからね。そうそうそう。うん、だからね、ウォッカなんてね、こう、貫き通してるわけじゃん ?30 年もぐらい。30年ぐらいやってるでしょ。そうですね。ね、うん、やっぱり長いよね。長くなりました。ね。たけしも変わんないよね。あ、おかげさんで。ね。うん。ね、いろいろ。大変なこともあった、まあ、あの話ですか、言ってみろお前ラジオで言えよお前、あの天井抜けちゃって、面白いんだよこいつのとこ、いきなり天井抜けて人の足が出てきちゃってるね
ねえ、なんか工事かなんかしてたの。2階ちょっとリフォームしてて。ああ。古いアパートだと。踏み抜かれちゃって。本当。そういうリフォームというのは解体だね。解体がね。そういうのあるよね。ということでね、今日はね、楽しくやっておりますけどもですね。ひでちゃんも久しぶりじゃない？あの二人と会うの。うん。すごい久しぶりだね。2年近く会ってないですかね。そうだよね。だからなんかね、最近ちょっと前戻ってきたのよ、はい、急に時間ができたもんで、時間ができた、いやなんか俺世界的に俺たちもう今注目されてるから、そしたらすぐ来るからね。いやいや、そうだそういう、まあ、世の中そんなもんだよね。まあそれはまあジョークですけどもですね、ということでね、お便り松下さんの方からちょっと読んでいただきましょうか。はい、はい、はい、すいません、はいはい、前に来てください。はい、はい、いいですか、かなおさん、マコポン、うん、マコポンマコポンって何、としみさん、山田ディレクター、キキさん、こんにちは。ありがたいことに年一のイベント、中洲ジャズの2日間だけ晴れるという博多です。あ、中洲ジャズっていうのはもうそろそろ有名なんですか、時期なんですよね。はい、あ、本当に、うん、先週の放送も楽しかったですね。としみさんの愛さんさんも、うん、マコポンの、うん、It's not a spotlight も最高でした、うん、かなおさんも久しぶりに北彦も聞けたし、うん、最近ひでちゃんも復活することが多く、うん、あの絶妙な会話に対する愛の手も嬉しいですね。ひでちゃんってね、俺とね結構息が合うのよ。合うのね。あ、そうですか。うん、だからね、そうだっけ、合ってない、合ってないじゃん。いや、だからそういうところが合うんだよね。なんかね、あの 人によってあるじゃん、こうなんかこう合うっていうか相性みたいなね。そうですね。でなんかね、あのひょっとして真子さんと松下さんとこういて、ひでちゃんがいると俺はひでちゃんが一番ね、ひょっとして合う。そんな。いや、そのあれなんか仲間割れが始まりました。仲間割れが。いやいやいや、あの派閥が、いやなんかね、そのほら間がね、あ、マコポンと私はね無口なの。うん、そう。無口なんです、うん、いやいや、その会うっていうかなんかね、間がね、前からちょっと一緒にやってたことがあったから、ね、 それはあるかもしれないですね、うん、あのこうだんだん会話がこう膨れていくっていうかね。マコさんはもう切り捨てるから。俺がずっと時間かけてやってたことを一言で切るからね。面白い、まあ、あ、すいません、ね、話の途中。さて、今日は待ちに待ったザ・ウォッカのお二人の登場ですね、うん、お帰りなさい、うん、はい、ありがとうございます。もうね、やっぱり、うん、ドストレートなロックンロールは疑いの余地なく気持ちよいし、かなおさんもお二人がいらっしゃると、うん、リラックスして楽しそうですもんね、うん、個人的にはまたもどん底から這い上がらなきゃいけない状態のオイラにとって、ザ・ウォッカとかなおさんの歌は両方とも背中をキックしてくれる気がします、うん、今日も気合の入った放送を期待しています。はい、リクエスト、かなおさん、いつかバー、うん、パーカッションがあるときにハングリーアングリーやってくださいね。うん、やってないね、全然やってないね、うん、ハングリーアングリーってなんだっけ。あ、俺の歌ね。もうちょっとね、はいはい、ね、はい、ザ・ウォッカのお二人、前回やられた痩せっぽちの犬、うん、あ、今やりました、あ、今やりましたね、ゲラウェイ、うん、タイトロープダンサーだけど何でも OK、うん、PS、 今日はカナオさんたちはフライデーで、うん、ザ・ウォッカの皆さんはクラブセンセーションでライブですね。それはね違うね。違う、クラブセンセーションは違う。俺たち出ないですよ。出ないの。宣伝してるだけ。誤報です。なんか誤報じゃない、みたいですよ、うん、はいはい、違うんですって、うん、オイラも夜は中洲ですけど、うん、横浜市中区方面に念を飛ばしますね、うん、もう一丁、カナオさん、うん、ついにジャスティンと会ったみたいだし、ジャスティンってね、あの福岡でお店もやってんだけども、この間ヤマゼンっていうね、あの、まあ、古い友達がちょっと東京でやった時にドラム叩いてたんだけど、何でも歌も歌うし、うん、あの何でもできるって知らなくてさ、で俺ちょっと後ろにいたら、あのなんか声かけてくれて、カナオさんじゃないですかってこう言って、錦糸町で、お、博多弁で、あららら。そう、でもその時初めて会ったの。お店もやってんだよね、ライブハウス、ライブできるとこ、また山部さんの登場も楽しみです。山部さんね、あの、会いましたよ、ミキさんからでした、はい、ありがとうございます、ミキ、はいはい、さん、あのまた東京出てきた時にね、まあ、あの時間があれば、あのそういう古い友達もご紹介しようと思いますけどもですね、やっぱこうやってあの博多の人たちもね、今回あの僕も博多で10月行くんですけど、あのそこに出会ったこうまた方々とかがね、東京に来た時もやっぱこの
番組をね、あのでご紹介したいなとか思うんだけど、いろいろ素敵な人をね、地方いろいろいますから、はい、ただ東京ばっかりじゃなくてね、やっぱりやり続けてる人もそうだし、あんまりメジャーに、その要するにいわゆるあの芸能界っていうかね、そういうところにいない人の方がなんか結構心打ったりするもんですよね。そういうご紹介もねしていきたいと思います、ということで僕かね、あの生演奏ちょっと今日行ってみますか、はい。最近の一番何リクエストが来る曲って何、そういう痩せっぽちとかそういうのリクエストっていうか、なんか人気いつも受け付けてないし大体そうだね、まあ、そりゃそうだよ、ね、ロックンロールでじゃあリクエスト取りましょうみたいなねこれいいよね、うわーって言うたまにね行くねーとか言うじゃあまず1曲目リクエスト取りますみたいなそれぐらい、まあ、余裕が欲しいよね強かったでも今の痩せっぽちの犬もそうだし、俺は結構ね、サンライズサンセットとかね、 ああいうのも好きだし、まあ、いろいろいい曲いっぱいあるよね。ありがとうございます。その中から今日は今日せっかく孫さんもいるんでちょっと一緒にやりたいなと思って、ほう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 、モーニングトレインブルースを。あ、モーニングトレイン出るの、はいはい、ほう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 、じゃあ行きましょうか、はい、モーニングトレインブルース朝の矢の街を抜けてどこまで行くのだろう、あてはない、それならそれで、つけばあの子はどこにもいない、また一人きり、それならそれで、
ということでね、モーニングトレインブルースでしたけども、いかがでしたでしょうか。なんかこう朝方の感じのね、あの映像がこう浮かんでくるような、 あの不良のね、あの不良が朝までこう飲み散らかして、一言多いような気がする。飲み散らかして、もうどこに帰ろうかって行き場をなくしたあの少年たちのね、映像がなんか浮かんでくるような。その通りです。いやでも歌の中に映像が浮かんでくるっていう歌っていうのはやっぱりすごいよね。ああそうですね、うん、あの歌を聞いて、なんかその割と最近の歌って俺全然こう感動しないんでね。あ歌の上手い人とかいっぱいいるけど、ピッチが良かったりとかさ、でなんかさ聞いてたらさ、音楽学校で学びましたみたいなね、あそういうその楽器する人とか歌う人が多すぎちゃって感動しないんだよね。なんか地とかずれてても人を感動させるのとは違うから、で曲もね、その映像が浮かんでくるような歌っていうのはね、僕はね、あんま勝手に思ってるんですけど、あのすごく素晴らしいと思うんですよ。あ、ありがとうございます。ね、あのモーニングトレインブルースでしたけども、ザ・ウォッカ、ね、のお二人ですけども、このロックンロールトレインのメンバーっていうのはどういう形の人たちが今回出るんでしょうか。あ、出演ですか。うん、出演。うん、今回ね、全部で5バンドなんですよ。5バンド。ウォッカも入れて。はいはいはい、で、ウェイツっていうのが一番最初。ウェイツ3ピース。はいはい、あと、前回っていうか、うん、何回か出てもらったことあるんですけど、うん、3ピースの、これも本当シンプルなロックンロールバンド。ロックンロールバンド。はいはい、で、マルイチが。あ、マルイチね。マルイチはね、よく知ってる。ここも出てもらったラジオ、ね、うん、あの、ラジオもね、一回来て、よろしく言うとった。はい、ね、よろしく。はい、うん、これも、ロックンロールバンドですね。ね、長いバンドです。うん、でジュズっていうのはちょっとあの女の女性ボーカルで、ほう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 。ジュズ、はい。3人か、4人バンドか、4人でちょっとヘビーな感じのハードロックっぽい。ハードロックない、ね、ないけど、うん、うん、結構面白いですよ。うん、ほう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 。はい、でボディーズっていうのが今回初めて、うん、あの声かけてもさせてもらったんだけど、うん、九州じゃないかな。九州、うん、スカバンド。スカバンド、はい、ほうほう。九州もなんかいろいろね、俺もう時代が古いからね、うん、今の新しいバンドも知らない。いや結構長くやってるんじゃないですかね。わかんないですけど、うんうん、この前のライブちょっと見に行ったんですけど、うん、盛り上がってすごい楽しい、うん、あ、本当、はい、スカね、盛り上がりそうですよ、うん、スカバンドは盛り上がるよね、うん、もうマイナーなスカみたいなんで、もう盛り下がるよね、スカ。はいはい。で、あとウォッカと。ウォッカね。はいはい、はい。あと DJ はおなじみの2人が。はい。タックとヒロヤスが。ヒロヤスね。はい。はいはい、やってもらうんですね。頑張ってほしいと思います。これがですね、はい、9月の16日、セブンスアベニュー横浜ですね。4時半スタート。4時半スタートですね。はい、ということでね、楽しくなると思います。ロックンロールトレイン。みんなで乗って、はい、ね、そうですね、やりましょうということでですね、はい、これ素晴らしい。で、もう一度ね、宣伝させていただきます。これは僕家のワンマンということで、翌日ですね。そうです。なんで翌日になったの。もうちょっと開けりゃいいじゃん。あ、さ、今更言ってもしょうがない。ちょっとね、無茶しようかなと思って。本当、うん、でもね、なんかそのバンドで出るのと、やっぱりその僕家ファンにとってはじっくりね、うん、あの聞きたいという人たちもいると思うんでね、それはそれでなんか、いいよね。今日よりもお客さん少なかったらどうしようかと思って。いやいやいや、今日はここはね、入りきれないね。ご紹介しましょう。じゃあ、あの超満員なんで、そうそう、あのちょっとね、僕の宣伝とかもあるんですけども、あのこの番組はあの何社かスポンサー様はねいらっしゃいますけども、今日はね、福岡からね、あの福岡の僕のあの古い友人の知り合いっていうか、あのご紹介いただきましたけどもね、大谷さん、どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。長旅お疲れ様です。で、あの、もう一方ね、カフェカンタビレって僕ラジオ宣伝してますけどもですね、そこの、高橋由美子さん、こんにちは、どうも。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コマーシャルソング、グッドでした。コマーシャルソング僕も歌ってますけどもですね、今日はね、ふるさと祭りということでですね、町内会長さんと一緒に、これ僕10日、9月10日ちょっとお世話になるんですよね、
ふるさと祭り、ほら、金尾よしろショー、ショータイム。これが言わせんね。金尾よしろショータイム13時からですね。しかも無料。無料ですよね。ちょっとこれ、宣伝、町内会長さん、ご紹介、してください。高橋由美子さんから。はい、久慈駅前でふるさと祭りを35回目です。あ、35回前。今回は、金尾よしろさんのショータイムがありますので、皆さん、いや参加していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。あ、どうもありがとうございます。ショータイム。ね。これおそらくね、俺マイクもなしにね、歌ってしまってると思うんですけども、これ。マイクだけはなんとか確保したいと思ってます。いや、いいですよ、いいですよ。マイク、マイクあったらもう、マイクなくても苦情振るんだから、僕。やかましいって言われて。でもこういうね、ふるさと祭り、まあ、久慈駅っていうのはこの放送もそのまま、ダイレクトに聞こえるっていうか、ね、そのまま聞こえますけどもですね、やっぱりその街がね、こうやってその楽しくね、こういうお祭りで賑わっていくっていうのは僕もね、田舎で僕、うちも商店街や、ね、商売やってたんで、どうしてもだんだん時とともにね、街が衰退していくようなね、状況になってるんだけども、やっぱりそれがだんだん盛り上がっていくっていうね、ことで、僕もなんかお手伝いできればっていうね。これ、場所はね、これ、南武線久慈駅前みたいなの、はい、なんか踏切渡ってすぐの駐車場なんですよ。駐車場、はい、あ、俺僕にぴったりじゃないですか。駐車場の後ろを見たかったらぜひ来ていただきたいと思います。これ10です。あ、そうですね。宿河原の林保存会の方もいらっしゃる、はい、11時、うん、で、まあ、13時から僕がやってサックスカルテット演奏とかもあるんですね。専属学園 の卒業した生徒さんとか生徒さん、はあはあ、これが14時からビンゴ大会、いいですね。ね、これ産地直送の野菜とか果物が売ったり、焼きそばビール焼き鳥カレーパンフランクフルトとか、いやーこれ大変ですよ、このこれねえ、やばいものがいっぱいあります。久慈駅前通り、商栄会のねご協力を得てですね、八千代銀行の駐車場ですね、これね。これがすごくローカルな感じがして、よろしくございましょう。これね、僕燃える駅でしたからね。マジで高校の時の最寄りの駅ですから。そうなんだ。はい、僕も初めてですけどもね、楽しみたいと思います。そんな感じでね、高橋真子さん、今日はいかがでしたでしょうか。いかがですか。ほら今日も楽しいですね。楽しい。今日も通りすがりの方が。あ、ねえ、どうも。外のね、方もね、いろいろね、写真撮っていただいたりとか ね、していただいて、もう本当にありがたいと思います。松下としみさん、今日いかがでしょうか。はい、まだあるでしょ、時間。まだある、ね、うん。あ、今のところ あ、まあ、あるね。楽しいです。なんか俺どうか。楽しいです。なんか歌うかな、俺。うん。なんか、うん、歌、うん。何やる、ちょっと時間。ちょっとギター貸して。あ、じゃあ横浜ので作った歌が何曲ありますが、酒飲みの歌しようかな。いい、ダイナマイトとかしてね。ダイナマイト飲み干せばっていう、横浜のね、野毛の商店街の大好きなとこでね、飲んでいましたけどもですね。じゃあもうこれ打ち合わせもなくね、こういう感じでやってますが、で、やってみましょうか、ダイナマイト。ヒデちゃん、これでいいよね。俺マイクこれぐらい一本でいいよ。これは。酒と博打と女の街。
屋に行ってみようか、リバーサイド街角に立つ女の涙。夢と希望はまだあるけど、しぼみかけてるところに花を咲かそう、怪しい宴。ということで、金尾城ダイナマイトをお届けしましたけどもですね、昼間からそのそういう歌もね、ちょっとあのいいんじゃないかろうかと、よくないか、でもこの番組っていうのはあのいろんな方がいらして、その昼間だからね、こういう歌はっていう遠慮される方もいらっしゃるんですね。でもあんまりね、昼間だからってボサノバばっかり聞いてもね、あの、うん、まあ、いやいや、否定してるわけじゃないよ、好きだよ、僕、あのボサノバも大好きだし、あのそういう好きなんですけども、まあ、そういう観念にとらわれずにね、あの自由にこうやらせていただいてますけどもですね、真子さんの予定というのは、あれですか、今後。今後、あ、うん、明日ね、王子と。はすみさん、はすみくんとね、うん、このどこでやるの、宿河原の、あ、宿河原、じゃあ、うん、バレと近いんじゃない、宿河原でやります、うん、トポスだ、うん、ポトス、トポス、ポトスだよ、ポトス、ポトス、うん、でもね、もうすでにもうソルドアウト、ソルドアウトだからね、うん、すごいです、なかなかね、すごいですよね、うんうん、そういうことを言ってみたいですけどね、もうすでに俺のあのふるさと祭りもソールドアウトですからね。やらしい。イエイ。いいんだよ俺は。いいね。ということでですね、どうでしょう、松下君は久しぶりにウォッカの連中と連中あの二人、ね、車中みたいな、うん、そうそうそう、うん、辻さんと久しぶりかな、そうですね、あ、そうそう、たけし君はね、割と一緒にやったりなんかたまにしてるんでね、でも辻君ってさ、はい、シオンとかのあれあんまり話しないの、シオン、うん、あ、娘、いや、そんなことないですよ、全然あ、本当大丈夫ですよね、いや、シオンさ、ちょっと会いたいんだよね、あ、でもなんかどっか行っちゃうみたい、しばらく、あ、うん、アジアに行くんだ、うん、そうかそうか、うん、みたいですよ、ソロコンサートとかやってんの、あ、そのバンバンとかもいろいろ、あ、たまにやってるみたい、しばらく旅に、うん、なんか曲作りに、あ、つうか、なんかそういうのみたい、あ、本当、外国、海外の人と旅をしながら出会って何か作っていくんじゃないかな、うん、俺もよくわかんないですけどね、そうなんだそういう企みがあるみたい、あ、うん、辻しおんちゃんね、そうなんです、あ、本当、うん、いいよね、しおんちゃんもね、あの、やっぱ親に似てワイルドで、まあコメントしづらい
でもあれなんだよね、うちの娘も同じぐらいだよね、年はね。そうですよね。だから4人でこう会ったりなんかするとね、うん、なんかちょっとあのあれだよね、うん、あの同じような感じでね、まああのまあだん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 親の世代になってくるのかね、あ親子供の世代にもうそうです ね, ね、みんなほらあの2世3世がそうやってやってるじゃない、うん、今ね、うん、そういう世代にもうなってきたんだ ね, ね、まあっという間に時が過ぎるよね、うん、本当ですよね。で今はもう生きるしかないと思うんですよいや本当だよ本当だって、俺のもう知り合いってもうどん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 毎日のようになくなっていくんだから毎日毎日のようにねいや本当だ、だから今をさなんか楽しく ね, ね生きるしかないなとかもうつくづく最近思ってるんですけども、うん、はい、まああのたけし君は最近最初来た時お前緊張してね、もう汗、ね、汗すごかったのよ。ああ、あったね。うん。なんかね、もう汗が滝のように流れてたんだけど、今もう恥ずかしいぐらいね。ね、落ち着いたでしょ、なんかラジオとか緊張する。本当、うん？でもラジオとかって慣れなんで、俺もすごい緊張するけど、あのどこが緊張する？大体出足のテンションが違うからね。あれについていくのが大変なんだ。だいぶ馴染んできた、うん、あのまあ数何回か来てるからね。そうだよね、あの時初めてだったから、うん、そうだよね、全くで生演奏だし、あ、うん、で知らない曲渡されるし、ね、そう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 でほとんど打ち合わせしないんで、あの初めてここでやる曲とかとね、そうそうそうこれとか言われてね、本番中にねそういうことをやりますけども、でもいろんなゲストの方はね、まあ、あの何度かお見えになってるゲストもいらっしゃるんですけども、また新しいゲストの方もねどんどんご紹介していきたいと思いますけどもですね、あのやっぱりこうスポンサー様があってのねこの番組になってきますけどもですね、あのありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。まあたまには用意しておかないとね。でもさ1時間の間に CM 入れないじゃん、あ途中で入んないですね、この番組だけだよ。でどうかしたらねこういう放送ってね半分ぐらいが CM 番組になっちゃうね、うん、そうするとあの流れも良くないし、うん、だからそういう意味では今 の, あのスポンサー様にはねものすごく感謝してますよね、うん、あのまあ、番組の頭冒頭コマーシャル入れたり、うん、YouTube の後にちょっとねあの宣伝させていただいたりもするんですけども、番組の中にね CM 入れないっていうのはね1時間の間で、うん、だ珍しいと思います。珍しいですね、うん。途中でだって CM 入るの多いじゃん。うん、そうだね。そうね。だからもうそれ普通になってるよね。いやだから普通じゃないもの。花の後ろって。うん、ちょっと変態変態がかかってるから。いやでもなんかねそういう風なことで音楽番組という形でね、まあ流れ要するにまあいい加減ちゃいい加減な感じでやらせてもらってますけど、やっぱそういうのをこう貫き通すっていうのは必要なんですよね、うんうんうん、なんかこういわゆる普通にテレビとかでやってる番組と同じようにしても、うん、ちょっとなんか ね、うん、その真似っこしたような感じになっちゃうじゃん、うんうんうん、それだとつまんないしね、やっぱりそう思うんですよね、はい、うん、ヒデちゃんはどう、あの僕と付き合ってて好き？すごいなんかなんかめちゃめちゃ面白いですよ、ね。あ本当。はい、めっちゃ困ります。まあ黙っとっても俺がこはい、うん、来れたいって言ったらすぐ分からなつまらん。その人だけ。あの黙ってついてきてる。ということでね、今日はねザ・ウォッカの、辻浩二さん渡辺武さんですけどもですね、ウォッカファンの皆様もね今日お楽しみいただきたいと思いますけども、はい、なんかみんなで最後やりましょうか、うん、ね、なんかどうしましょうか、いつもです、いつもですか、あそれやるもうそれで分かった、ね、それで分かるそれやる、これ使っていい、2番はい、うん、やろうか何言ってるからもうこのまで決めちゃうからあれ何言ってるんだよね Mojo working.
back on you. Got my mojo working, but it just won't work on you. I wanna love you so bad, don't know what to do. Hey! Tired and losing out of two, went back and I mowed your hand. And I too went back and I mowed your hand. I got an old pretty woman reaching to my command. Got my mojo working, mojo working. Got my mojo working, mojo working. I got my mojo working, mojo working. Got my mojo working, mojo working. Just don't work on you. Hey, chop! Gypsy woman, giving him ice. Ow. Gypsy woman, giving me no ice. I want a whole lot of tricks, giving him ice. ということでね、ちょっと段取り失敗しました。これがまあ生放送のねいいところですね、焦ってしまいましたが、まああのザ・ウォッカ今後の展開というのはどういう形になりましょうかね。あんま考えてない。とりあえずあの、うん、イベントとワンマン超えて、うん、まああとまあ年明けだと思うけどレコーディングとか始めようかなと。ああそうかそうか、はい、それいいね、楽しみにしておりますけどもですね、素敵な曲がたくさんねオリジナルでありますしね、あの他も、頑張っていただきたいと思いますけどもですね、高橋誠さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ毎日毎日ライブでねあの大変だと思います。今日もあれですか。夜今日はないですね。あそうなの、うん、今日頑張ってください。今日ないよマジで、ね、あれ俺何いや今日まこちゃん俺入ってると思ってくる。入ってるマジで。今日はあの頑張ってね僕頑張ってるんだ。そうだ僕あの司作ね横浜のねブルースのデュオとね今日は、フライデー ねライブやりますけどですね、お楽しみいただきたいと思いますけどもですね、ひでちゃんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。辻浩司さんありがとうございました。渡辺武さんありがとうございました。大谷さんもありがとうございました。ありがとうございました。
今日また差し入れいただいたね、高山さんどうもありがとうございました、ね、ということでね、あと、高橋由美子さんありがとうございました。町内会長さん、お名前はあの田中様、どうもありがとうございました。今日動画のね、キさんも、いつもありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。来週はね、一応金玉ということになっておりますけどね、滑舌よく行きましょうねということで、今日もお疲れ様でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 染み渡る熱き心が好きさ。